セベロムイスキートンネルの東側の出入り口、セベロムイスキートンネルは、ロシア連邦ブリヤート共和国北西部にある、バイカルアムール鉄道のトンネルである。この名前はトンネルが貫く、セベロムイスキー山脈から取られたものである。セベロムイスキートンネルは、地下鉄道を除くロシアの鉄道トンネルとしては最も、長いトンネルであり、その長さは15,343メートルである。 全線単線の電化された鉄道トンネルである。工事にはシールド工法が採用された模様。工事開始は1977年で、掘削完了は2001年3月、レールの締結及び最初の試運転列車が10月に、運転、その後電化、排水、通信等の工事を行って、観光は2003年9月30日、使用開始は12月5日である。 一番列車は、ナホトカからサンクトペテルブルクに向かう、コンテナ列車であった。着工から、使用開始まで26年もかかっているのは、この地域が地震が多く気象条件にも恵まれず、また、ソビエト連邦の崩壊に伴う経済の停滞により、工事資金の融資が滞っていたためである。この完成をもって一連のバム鉄道建設計画が終了した。 このトンネルが貫通する以前には、この付近には 54km に及ぶ仮設迂回路線が付設されていた。この区間の通行は、なだれの多発地域で危険を伴い、また険しい急勾配の続区箇所であったため、補助機関車による重連運転を必要としていた。また重量制限、速度制限により1日に通過できる列車の本数が13から14本と少なく、 バム鉄道におけるボトルネックとなっていた。トンネル開通後の現在では、スピードアップ、最下重量の増加により、輸送量の増強が行われたほか、保守作業の費用軽減も可能となった。なお、開通前に迂回路で1時間半かかっていた通過時間が、現在15分ほどに短縮されている。ありがとうございます。